俺たちのジャパンへようこそ。私たちの日常にあふれている色という存在、目に映るのがごく自然であるあまり、これについて深く考えたことはあまりないのではないでしょうか。しかし実はこの日本人が認識している色について海外で話題になったことがあるんです。今回のエピソードでは日本に留学した経験のあるオーストラリア人の男性が登場します。彼もインターネットで話題になったのと同じ、日本のある色について不思議に思った経験があるんだとか。一体彼をはじめ外国人を魅了するある色とは何のことなのでしょうか。ぜひ最後まで見て確かめてみてくださいね。僕はオーストラリア人のノア。最近大学を卒業して観光関係のサラリーマンとして働き始めたところだ。僕が観光業界で働きたいと考えたのは海外にとても興味があるから。中でも一番好きなのはアジア一の先進国と言われる日本。高校生の時には交換留学で1年間日本に暮らしていたこともあるくらい日本の文化や習慣が大好きなんだ。でも僕はさっきアジア一の先進国と日本のことを表現したけど、決して僕が日本を好きな一番の理由ではないよ。日本の分かりやすい特徴を言ってみただけなんだ。今日は僕が日本を好きな理由がよくわかるあることについて話をしていこうと思う。オーストラリアと日本は世界的に見てそんなに遠い国ではないと思う。だけどやっぱり暮らしている人々の見た目も国が持つ歴史も文化も何もかもが違うと言っていいくらいギャップはある。だから1年間の留学生活は驚きの連続だったよ。ただその中でも特別印象に残っているのがある色についてのことだった。それはある日の授業中、美術で風景画を描いている時の出来事だ。僕は水彩絵の具で校庭から見える山と空を描いていたんだけど、隣に座っていた同級生の女の子が僕の絵を見てこう言ったんだ。わあ、すごく綺麗な水色ね。どうやって作ったの？その頃には日本での生活も半年ほど経っていて、日本語はある程度理解できるようになっていたんだけど、水色という表現は初めて聞いた気がする。水色って何のこと？僕は思ったことをそのまま彼女に伝えた。文脈から色のことを指しているのは分かったものの、どの色について言っているのか分からなかったからだ。そう、オーストラリアには水色という色が存在しないのだ。しかも考えてみたところで、水色が何色なのか想像することも難しい。だって水とは英語で言うウォーターのことで、それに色はついていないはずだ。オーストラリアでも日本でもそれは共通で、同じく無色透明のものである。だから名前から色を予想しようにも、考えれば考えるほど答えを導き出すことはできなかったんだ。僕の質問を聞いた女の子はキョトンとして、これのことだよと言いながら僕が空に塗った色を指さした。え、これは日本語で青と言うんじゃないの？さらに驚いた僕は引き続き質問をする。そう、その色は英語で言うブルーで、水を多めに混ぜて空の色を表現しただけだったから、ブルーを日本語で青と呼ぶのは初めの頃にしっかり勉強したから間違えていないはずなんだけど、僕は少し不安になりながら女の子の言葉を待った。すると彼女はと言って、少し考えた後でこう教えてくれた。確かに薄い青とも言えるわね。日本では薄い青のことを水色と呼ぶんだけど、オーストラリアでは違うのかな。僕はこの言葉にカルチャーショックを受けた。オーストラリアでも色の認識はたくさんあるし、少なくて不憫に感じると思ったことはない。だけど日本ではある色を薄くした色にまで名前がついているなんて、本当に驚いたよ。ああ、オーストラリアではしない表現だね。でもどうして水色と呼ぶんだい？水の色は透明じゃないか？僕はすっかりその水色について興味を持ってしまって、そんな質問を投げかけた。今思えばその色に名前をつけたのは彼女ではないし、そんなこと聞かれて困らせてしまったかもしれないな。
だけどその女の子はきちんと僕の疑問について真剣に考えてくれたんだ。そして出した答えは、正式な理由はわからないけど、海とか湖とか池とかって空が映って薄い青色に見えない？だからかな？というもので、僕はその考え方がすごく素敵だと思った。確かに水単体では透明だけど、空の色が映ることで薄い青色に見える。それを水の色と表現したというのは、なかなかロマンがあるんじゃないだろうか。ああ、なるほど。それなら納得できるよ。ありがとう。僕は彼女に感謝の言葉を告げ、その日から水色が僕の一番好きな色になったんだ。オーストラリアに帰ってきてからそれを伝えても、こっちの人にはいまいちピンとこないみたいだけど、僕はこの色に関する考え方を忘れたくはないと思った。そんなある日のこと、僕が日本からオーストラリアへ帰ってきて5年ほど経った頃、インターネットであることが話題になっていた。そのあることとは、あの水色に関するものだった。僕が感動した水色が世界で注目されているというのは、まるで友達が有名になるような嬉しい感覚で、僕はすぐにインターネットを開き、その話題について調べてみた。するとやっぱり水色という概念がないのはオーストラリアだけではなく、日本以外ほとんど全ての国だったようで、多くの外国人が水色の存在に驚きを隠せない様子だった。さらに高校生当時の僕が知り得なかった水色に関する新たな知識も得ることができたのだ。あの頃、水色と呼ばれる理由は、海などの無色透明な水に空の色が鏡のように映ったからだと予想した僕と日本人の同級生。だけどどうやらその予想は外れていたらしい。本当の水色の起源は、日本で布に色をつけるために古来から使用されている藍染めという文化なんだとか。藍染めとは、日本で藍と呼ばれる植物から取れる染料を利用し布に色をつける技法のこと。それにより色づくのが英語で言うネイビーのような色で、言ってしまえば濃い青色のことだ。それを薄く色づかせるために水で薄めた部分のことを呼んだのが水色という呼び名の始まりなんだそう。さらに今でこそ日本で水色と呼ばれるのは薄い青色に限定されているが、本来は違った認識を持っていたようで、今の認識で呼ばれるようになったのは20世紀に入ってからのことらしい。はじめに水色という表現が使われるようになったのは、日本では平安時代と呼ばれる710年から1100年代頃。当時は灰色などはっきりしない曖昧なものを総称して水色と呼んでいたらしい。確かに灰色も黒い染料を水で薄めればできそうな色だ。つまり水で薄めることのできる色のことをそう呼んでいたのかもしれないな。予想していたのとは違ったものの、そういった名付けの理由を知るというのはやっぱり面白いと感じたよ。そして日本人の同級生と予想した水に空の色が映ったからという予想も間違いではあったものの、すごく素晴らしい考え方だと思った。なぜなら日本人には風景や感情を色の名前にするといった情緒的な一面があることを僕は知っているからだ。例えば英語で言うオレンジ、日本語では橙色という名前がついている。これは柑橘系の果物、橙に色がよく似ているからという由来があるそうだが、日本では他にも表現の仕方がある。例えば夕焼け色という表現だ。その言葉がどのような色を指しているのか知らなくても、すぐに情景が浮かんでくるので、容易に想像ができるのではないだろうか。すごく風情があり、日本独特の素晴らしい表現だと思う。また英語で言うレッド、これはオーストラリアをはじめとする多くの国では一色しか思い浮かばないだろう。日本では赤色という総称した呼び名はあるものの、その濃淡に合わせていくつもの呼び名がある。中でも僕が最も美しいと思ったのが茜色という表現だ。これは深く鮮やかな赤のことで、日本で秋に赤く色づく茜という植物の葉の色が由来とされている。植物の色を由来としている点では、先ほどのオレンジと何ら変わりないと思えるが、実はそうではない。日本に訪れたことのある人ならわかると思うが、
日本の秋、紅葉シーズンの風景は世界で類を見ない幻想的な景色だ。茜色と言われただけでその風景が頭の中に浮かんでくるのだから、とてもロマンのある名前だと思う。日本ではそれぞれの色に細かく名前が付けられているが、そのそれぞれが美しいと感じられるのは日本ならではの魅力なのではないだろうか。一つにまとめて読んだら楽なのに、たくさん名前があるなんてめんどくさいと思った人もいるのではないだろうか。しかしそんな考えも覆せるくらい日本の色の呼び名は美しく、知れば知るほど面白いのだ。こうして僕は大人になった今、たくさんの日本の色の名前を知っている。しかしそれでも一番美しいと思うのは水色だ。色が綺麗なのももちろんあるが、日本で暮らしたあの時の思い出とともにその色の意味を考える楽しさを教えてくれた色だから。だから僕はこれからも日本の色の素晴らしさを知らない人に教えていきたいと思っているよ。水に色があるなんておかしいなと思ったけど、あなたと同級生の予想も本当の由来もどちらも素敵だと思ったわ。それなら水色という名前にも納得がいく。色の一つ一つに風景やエピソードが隠れていたなんて考えたこともなかったわ。私も日本の色の名前を勉強してみようかしら。僕は正直、色なんて大まかに分けられていればいいと思っていたんだ。でも日本の美しい色の名前を聞いて考えを改めたよ。色はどんどん細かく分けていくべきだ。私も日本で生活していたことがあるんだけど、水色という表現に違和感を持っていたの。でもその理由を知ることができて本当に良かったわ。へえ、日本には水色なんて色があるんだ。僕はこの色の存在を初めて知ったよ。青によく似ているけど確かに少し違うよね。夕焼け色気に入ったわ。私はオレンジ色がもともと好きだから、どんどん使っていこうと思う。そしたらおしゃれな人と思われそうね。僕も水に空の色が映っているから水色という由来をしたいな。すごくロマンチックで素敵だね。他にもどんな色があるのか調べてみたくなったよ。これは日本にしかない概念だね。外国人である僕らには難しい言葉が多いけど、これだけ美しいものばかりなら勉強するのも楽しそうだ。私は日本の桜色という色が大好き。優しくて可愛いピンクで、日本旅行で行った時にしたお花見を思い出させてくれるの。水色か。今まで薄い青としか捉えたことがなかったけど、新たな呼び名があるなんて面白いね。物知りだとアピールできそうだから、どんどん使っていこうと思うよ。私たち日本人は幼少期から水色という色に慣れ親しんできたので、海外ではない概念だということに逆に驚いてしまうくらいですね。しかし言われてみれば、日本では一つの色を細かく分けてそれぞれの呼び名をつけています。すべて覚えるのは苦労しそうですが、コメント欄でも言われていた通り、一つ一つにロマンがあふれているので、楽しく学ぶことができるかもしれません。海外にはない、日本特有の美しい色の名前。せっかく日本人として生きているのですから、一つでも多く覚えておくと、日常に楽しさがプラスされるのではないでしょうか。それでは最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。もしよろしければ、皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。